ございます。釣り子 TV です。いよいよ今年の大目玉、これ。エプスの NZ クローラージュニアが発売開始になりましたね。運よくね、一つ買うことができたので、どんな感じのルアーか早速見ていきたいと思います。ジェットブラック欲しかったんですけどね。まあそれはね、見る影もなく。でもね、その次に欲しかったこのクリアカラーね。これを買うことができたのでこんな感じのねケースに入っています。説明書きが裏には書いてあって NZ クローラージュニア07番のクリアっていうカラーですね。デプスね、もう今年キープキャストからですね、本当これねショーウィンドウの中に入っていて触ることはできなかったんですけども、果たしてどんなルアーか、まあサイズ感はね実際に目で見ることができたので、ただねこうやってねちょっとね触ってっていうのは今日初めてなので、もうねちょっとワクワクドキドキしておりますよ。何にしてもね今年は大きな方の NZ クローラーで、結構いい釣りもできていますので50アップもね、釣ることができて、いよいよね本当お気に入りのルアーになってきたんですけども、それのね関東で使い出のあるこのジュニアサイズの登場っていうことで、期待していた人も多いんじゃないでしょうか。自分もね本当ね大期待していたので、まあ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 、じゃあね早速開けていきたいと思います。開封ですね。いやー、はーい、おー、こんな感じのケースに入っております。どうしたらいいんだろう。針を、あ、針すげーのが最初からついてるな。これ素加工した針になってますね。で、どうすんだ。こうして、はい、どうすんだ。はいはいはい、はい、出てきました。あー、手に持ってみるとねほんとちょうどいいね。 NZ クローラーっていうとまあ大きなボディね、それによる水押しっていうのが何よりもね一つの武器になっているんだと思うんですけども、ちょっとね投げる時に使う道具を選ぶところがあったかなってね。あ、ちょっとね柔らかめの竿で使っていた時は何回か魚出たんだけども、柔らかすぎてなんていうのかな、針を刺すことができずバラシね。で結構ごついタックルでしっかりと投げてしっかりと食い込ましたらね、それでねようやく今年なんか釣ることができたんですけども、まあそれ専用にねちょっとね、強めの道具も、持っていかなきゃいけないっていうこと。ただこのジュニアサイズであればこれであれば結構普段から使っているような竿なんかでもしっかりとフックセットできるんじゃないかな。で結構ねまあまあまあ顔はこんな感じで、これここにねデプス書いてあります。背中はこんな感じで、ね、ここに可動部があってお腹側はこう、あーでね透明なんでよくわかりますね。ここがバラシ防止のために水ベルになってるの。これが2つね、腹側とお尻側両方ともこれが水ベルになっていて、バラシね軽減に役立つんじゃないかっていうことで、で針はね結構ね小型の針がついてますね。こんな感じでちょっと小さめの針がついているので、でブレードもねこんなねちょびりんとした可愛らしい感じになっていて、まあまあちょっとねそうですね、これだけでこう見ていても大きさの感じが分かりづらいかと思いますので、オリジナルサイズのね NZ クローラー持ってきました。はい、こんな感じでだいぶねやっぱ違いますよ。こうああこうね並べてみるともう一目瞭然で、こんなね
体感的にはね、もう本当、3分の1とかね、そんぐらいに縮小された印象ですね。こんな感じ、こんな感じね。ほら、長さで単純に比べてもこんぐらい短くなっているっていうことで、ほんとね、親子っていう感じですね。で、こういうね、ちょっと塗装されたものしか持っていなかったので、中のね、構造なんかもこうやって見えるクリアカラー、改めてこの色でよかったなっていうふうに思いますけど、プロペラの大きさはね、こんぐらい違いますね。こう並べた方がいいかな。プロペラの大きさもね、こうだいぶ違くて、ブレードの大きさはどうですかね。ブレードの大きさもね、こんな感じで、ちょっとピラピラなっちゃってますけど、だいぶ違うね。結構小型になってますね。あ、これ目取れちゃってんだ。まあ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 、これはね、普段最近使っているやつで、おいで、このなんだろう、羽の横のこういう取り付けの金具もですね、だいぶジュニア用に専用に小さなパーツに変わっていますね。最近だとこうボディは小さくして、羽そのまんま、羽はガーンってでかくっていうね、バランスのなんだろう、サイズ展開、他のメーカーとかだと多い印象なんですけども、この NZ クローラージュニアに関しては、ジュニアになったらちゃんとそれぞれのなんだろう、サイズも小型化して、この大きさに最適化したね感じ、そういう作りになっているのかなっていうのが第一印象で、見れます。そんで、まあ、ちょっとね、動かしてみないとなんでですけども、この NZ クローラーだとやっぱりこの羽がね、なんかね、すごいいい音、パッポ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 ね、気持ちいい音が出るんですよね。それがこの小型化されることによって、どういう音の違いとかね、波紋の違いとかあるのか、そんなところもね、見ていきたいですけども、まあね、ちょっとね、近々釣りに行く予定があるので、いろいろ投げてみたいなと思うんですけど、でもね、だいぶね、ちょっと寒い日はね、朝方寒くなってきてますからね、急いで釣らないと、ね、いつの間にか真冬になっちゃうなんてこともありえますんで、ちょっと積極的に投げていこうかななんていうふうに思います。あとは手元で見ておくとこだと、どうだろう、ちょっと内部構造とかゆっくり見てみますか。こんな感じ、改めて見るとこれウェイト、中ウェイトはこの、あ、後ろに入ってるのか。前の方はもうほぼほぼ空洞なんですね。この後ろのどうかな。へー、結構ね、丈夫なルアーだなーなんてのはなんとなく感じていたんですけども、肉厚だなーっていうね、これすごいなんか肉厚な、ここのところとかで見れるんですけど、プラスチックがね、結構ね、頑丈そうな肉厚な厚みを持たしているっていうのがね、わかりますね。で、あ、これはね、もう針をね、ちょっと変えちゃってるんですけども、このね、ジュニアに関しては最初からね、このフッ素加工のね、ピンシャンな針がついているんでね、そんな感じですね。ちょっとね、重さの方もね、今すぐに見てみようかと思います。これね、ではまずね、従来の NZ クローラー、これはね、結構重いんで、何グラムだったかって、改めて従来の NZ クローラーが 87.4g、ね、およそ 90g に迫るような重さがあるよって、こういったね、ルアーなんですけども、はい、じゃあね、このね、新しく出た NZ クローラージュニア、ジュニアサイズは何 g でしょうか。あ
あ、1オンスっていう表記だったからね、ほぼそのまんまです。 29g ね、 30g をちょっと切ってくるぐらいの重さ、まあ決してね、あのすごい軽いっていうわけではないと思うんですけども、ただまあこういうのをねずっと慣れていたって考えると、これはねだいぶ使う用途とか変わってくるんじゃないかな。重さとか投げ心地とかももちろん変わってくるかと思いますしね。あ、結構専用にいろいろ作り込まれて、だからね、まあちょっとね、ほんとね、夏前ぐらいに欲しかったですけども、このなんとかね今年に出てくれたっていうだけでもほんと御の字じゃないかななんていうふうに思いますが、じゃあね、裏の方にねいろいろ説明書きが書いてあるので、そちらの方も見ていきたいと思います。 NZ クローラージュニア水押し強波動フラットワイドクローラーということで、96ミリで1オンスクラスだよっていうことですね。まあ、ジュニアって言ってもね、まあズイールで言ったら昔一世を風靡したね、この1オンスって重さはね、ほぼアマゾンって一番ねズイールの中では巨大な特別バージョンのプラフ、それがね1オンスクラスとかだったので、まあデプスに言わせるとジュニアになって1オンスなんですね。ちょっと逆な感じだななんて今ね一瞬思ったんですけども、水押し強波動フラットワイドクローラーっていうことで、フラットワイドボディのビッグクローラーベイト NZ クローラー、大型ステンレス製ウィングから生まれるトルクのある力強いクローラーアクションは、フラットワイドボディを優にロールさせ、パワフルな水押し波動と水面を攪拌、クローラーベイトでは類を見ないほど威嚇能力でビッグバスを苛立たしてくれます。で、このパーツの方ですね、説明が書いてあって、まずですね、ステンレス製大型ウィング、フラットワイドボディをロールさせ、トルクフルなクローラーアクションを生み出す厚みのあるステンレス製大型ウィング、ボディから突出したスクリューがウィングロックを防止してくれ、時折ウィングと干渉しスクラッチ音を発生、ここのねこれによってスクラッチ音が出たりとか、あ、これがないとウィングロックってっていう状態になっちゃう場合が、あ、そっか、水を最初、初期の水を受けないでなかなか羽が広がないよっていう、これを防止する役目もあったんですね。自分よくわかんないで使ってたけど、動き出しすげえいいなって思ってたんですけど、そういったウィングロックを防止するっていう、そういった要素もあって、ここにこのねフランケンシュタインみたいなこうネジネジがついているということですね。で、テール&ブレードっていうことで、この後ろにテールもクロールアクションに追従するテールセクション、テールエンドにはコロラドブレード、2番も、追従しながらフラッシングとボディやフックとのスクラッチ音を発生させます。テールブレードのヒートにプロップなどを取り付け、プラスアルファのアピールも可能です、ということで、あ、ここがねこれ透明バージョンだから、見えるんですけども、ここがねスクリュー式のねねじ込み式になっているので、これを改造することによって、ここにあのプロペラみたいなのつけたりとか、プラスアルファのチューニングもできるっていうことなんですね。あとですね、チューニング&調整っていうことで、着水など衝撃によりウィングが歪む場合があります。またウィングの広角や角度を変えればアクションやスクラッチ音が変化しますので、お好みのアクションになるようにチューニング及び調整をしてくださいということで、でフックサイズ書いてありますね。フック I にはツイベルが採用され、フッキング率の向上と身切れなどのバラシを大きく軽減してくれます。で、このね下にねこれ大きなやつにも書いてあったんですけど、ポイントが一つ書いてあって、フック I には裏返り着水姿勢から元に戻る回転アクションは高確率でバイトを誘発、これはヒバラコガイド敬老渡部圭一郎の裏メソッドである。ね、こうペチコーンってこう裏にこう着水しちゃって、最初の巻き出しのベタン、この動きがシークレットやでっていうね、そういう動きみたいなので、まあね、たまにねこれで大きい方で使っててもね、なんかいい感じでペチコーンってねこう元に戻るんですよね。このねバランスの良さっていうのが本当絶妙で、ここもただこう切り立ってるように見えるんですけど、このね
カットの感じも本当絶妙なんですよね。あと動きと音ね、まあいろいろね、練習だ練習だっつってね、羽物買ってみておりますので、まあその他のじゃあね、羽物と並べるとどんな風な違いがあるのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいななんていう風に思います。前ね、違うやつでもやったんですけども、改めてね、その他に持ってるやつなんかもいろいろ引っ張り出してきてみて、まずはオリジナルサイズのね、NZ クローラーと比べるとまあこんな感じ。 NZ クローラーはこの色も持っているのでね、どうでしょうか。だいぶね大きさ違いますね。でね、まあそうですね、はい、こちらは今勝のアベンタのね、ウッドって大きなね羽物なんですけど、それと比べるとこんな感じ。まあこれ NZ クローラーとね似たようなね長さ感なので、まあ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 こんな感じで違いがあります。でこの前ね持ってこなかったんですけど、これね、これはウッドじゃないね、アベンタクローラーですね、と比べるとアベンタクローラーってやっぱね羽が大きいなって印象があるんですけども、まあまあまあこんな感じ。アベンタクローラーと比べるとね、だいぶね小さいなっていう感じですね。まあこんなのがいたりして、でこの前ねこれ買ったばっかりでまだ釣ってないんですけども、はい、ここら辺がライバル機になってくるんじゃないかなと思ったですね、リボルテージの RV クローラー。ボディのサイズは結構似てますね、こんな感じでね。まあまあ形は全然違うんだけど、全体のボリューム感で言ったら結構似てるところもあるのかなっていうところで、で羽で見ていくと結構違いますね。リボルテージの方はですね、結構やっぱ羽がこのボディサイズにして大きいのがついているなって印象だったんですけども、まさにね、まあでもねボディの感じはこんな感じ。改めてねこれね、ちょっとね使い比べじゃないですけど、どんな感じで違うのかやってみたいななんて思ってたんで、まあ2つ買うことできたんでね、今年中になんとかね、魚がバイトするシーンなんか撮影できたらいいななんて思うんですけども、まあリボルテージと比べると、あーやっぱ羽の大きさでだいぶ印象変わりますね。こんな感じの違いがあります。はい、あとね、あこんなのも持ってるんですよ、これね、はい、これねザックロールのヤジロベってね、これねなんかリアルな感じで、お気に入りなんですけども、あこれともなんとなくサイズ感はねジュニア似てるかな。このねサイズあんまりね持っていなかったので、で羽もね大きな感じで、ちょっとねこれもね釣ってみたいななんて言ってボックスにいつも入れてるんですけども、それと似た感じですね、ボリューム感としては。でまあこっちはジョイントボディじゃなくてこっちはジョイントボディだよとかね、まあ、全然頭の口の感じとか違うんですけど、羽のね感じが若干似てるかなっていうね、ボリューム感的にはそんな印象がありますね。ヤジロベってね、これもねなかなかいい動きするんでいて、で今年結構投げてるよなんてこの前言ったんですけども、これですねメガバスのアイウィングね、羽物今年ねいろんなメーカーからほんと出揃った感じがありますけども、メガバスの人気のアイウィングと比べるとこんな感じね。ここら辺はどちらかっていうとこういう親分サイズとね肩を並べるようなサイズ感ボリューム感なのかななんて思うんですけども、まあジョイント機構なんかがあるっていうところら辺が若干似てるかなっていうところでね、両方ともこうジョイントがあるんですけど、まあ全然場所は違うんですけども、こんな感じで羽の大きさはねもうね全然違いますね、こんな感じね。でこっちはねこう縦長な感じで、こっちはね横にこうペターンとなった感じということで、全然その波紋の感じとかも違うと思うんですけども、どうでしょうか、こんな感じのボリューム感の違いがあります。これねでも大きい割にほんと軽やかに投げれるんで、これはこれで
NZ クローラーの専用な感じの差を持ってないって時になんかね、これね大きい割にねキュッて投げれるんで、そういった意味ではボックスにいるとですね非常に結構投げる機会が最近増えてるんですけども、まあ羽がねこんな感じであんまりね畳まないんで、しまうところをちょっと選ぶところがあるよなんていう、そういったプラグなんですけども、あとはそうですね、あこれね、メガポンパドール、これはやっぱね NZ の対抗馬って感じですよね。オリジナルサイズの、まあ、対抗馬っていうボリューム感ですかね。でもガシャガシャうるさいっていうところとか、こうテール周りに何かこう工夫があるとかですね、スイベルが採用されてるとか、結構 LZ とね、戦うようなところが、いくつもあるんですけども、まあ、ここら辺はね全然やっぱボリューム感も違いますね。こんな感じでどうでしょうかね。いやー今年メガポンパーは釣れないで終わっちゃうのかな。結構ね大雨の時とか頑張って投げたりしてるんですけどね、どんどん投げなきゃいけないねルアーが投げ、まあ、釣ってみたいなってルアーが増えてるんで、ちょっと今年どこまでいけるかって感じですけども、あとは小型サイズなところで考えると、今かつでライバル機種ってなってくると、このアベンタのね RS ね、これ素材もね羽の位置も全然違うけども、なんとなく狙うバス、その投げ込む気持ちの感じとしては、このジュニアサイズとここら辺がやっぱりライバルになってくるのかなって、今なんとなくねやっぱ並べてみると、あとこれにダッチなんかがいると思うんですけども、このリボルテージとか、ここら辺がなんかサイズ感的には似てるのかな。で、まあ気分によってよりピンポイントでネチネチしたいって時はこれなのかな、よりスローに引きたいって時はこれなのかな、小さいんだけどしっかりアピールさせたいっていう時にこいつなのかな、なんていう風に今ねニヤニヤしながら考えてるんですけども、あのねこの前リボルテージを投げてみた時、本当ねこれねすごい静かなんですよね。すごいねやっぱり静かだったんですね。これはこれでね、なんか面白いなと思ったんですけども、 NZ の血を引くってことはこいつは結構ねこの羽のこの R とかがね効いてるのか、すげえパパパパパパね落としてくれるはずなので、まあそこら辺ちょっとこれよりアピールしたいなとか、巻き中心で使いたいなって時は NZ クローラージュニアを使うんじゃないかな。でまあとにかく1点でネチ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 なんかじらしたいんだって時にこの RS の出番なのかなね。まあ脳内でねいろいろ妄想しておりますけども、あとはね、ダッチのデカの方ですね。デカダッチ、はい、デカダッチと比べるとねやっぱね、大きさ的にはジュニアっていうだけあってだいぶ違いますね。羽のボリューム感とかもねこんなに違うね。でこれねデカダッチはねこうやっていつも最近登場してるんですけどね、俺ダッチも持ってたはずなんだけどな、釣ってるしなって、ダッチが最近いないですよね。家の中でダッチが遭難していて、今日もねちょっといろいろ羽物引っ張り出してみようと思って探したらねダッチがいなくなっちゃっていて、今ねなんかでもデカダッチしかねレイドジャパンのチームの人いないんですよね。はいはいはい。でまあちょっとねここら辺がまあ大きい族なのかなって、今度ね小さい方と比べるとどうなるのかって、これも引っ張り出してきましたよ。はい、ディスタイルのレゼル、これはもうね背中に乗っちゃうぐらいですかね。こんなにねやっぱボリューム感サイズ感が違う、まあ、使いどころ出しどころも違うかもしれないんですけど、まあ、羽の感じこんな感じね。これはねまたちょっとね大きさ全然違うのかななんていう風に思いますけども、さらにさらに今年はねこの小さいサイズもねちっちゃくなっちゃったっていうサイズもね出てますんで、まあ、そうですね、小さい方に振ってくるとこんなにちょっと大きさの差っていうのはあるのかななんていう風に思いますよ。まあねこれはどれもね釣れるやつでね、よくね
放送のダム湖に行くときとかは未だにねちょっと寒い時期でも結構ね使うんで入れてるんですけども、で、あ、これも出してきたんだ、これね、マイクロポンパドールね。ジャッカルであのジュニアとかマイクロってなるとね、こんぐらいまで小さくなってくるんだけど、デプスのジュニアっていうと1オンスあるんだなっていうのが改めて、これも頭の部品だけでこう乗っかっちゃうぐらいなのかな。羽の大きさもねこんなに違う。でもこれ小さい割にねよくできてるな、やっぱりね可愛らしいなっていう感じですけども、はいはいはい、ここら辺はね、まあちょっとあの出しどころも全然変わってくるのかななんていうふうに思います。というわけでこういろいろ引っ張り出してきてみたんですけども、半分ぐらいこれ釣ってないか、半分ぐらいは釣ってるか、どんどんねあの練習だ練習だと思ってね、気になるのね、トップウォーターもともと好きなんで買っちゃってるんですけども、まあ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 、デプスからはねこういった感じでサイズ違いの展開がね今年ね、あのパルスコットジュニアとかね、あこのね NZ クローラージュニアとかね、ジュニアサイズのね充実ぶりっていうのがねなかなかすごい感じなので、あとはねあのギラギラ攻撃ね、あのこれ小さいのもいいね、なんとか今年出ないかな、これもね突然出ましたよね、俺もうこのタイミングだとあれ案外年またいじゃうのかなと思ったら、一斉にあのツイッターとかで変えたみたいなね、記事とかいっぱい出てきて、え、売ってんのか売ってんのかと思ってこうバーってねサーチしたらなんとか一個ね、ちょっと色はねこの色しかなかったんですけど買うことができたっていうことで、まあ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 こんな感じのケースが入ってますんでね、釣り具屋さんで見かけたらぜひっていう感じのルアーだと思いますけども、あとはそうですね、まあ11月ぐらいまではいけるはずなので、ちょっとね雰囲気のある暖かい夕間詰めとかはね積極投入していこうかなっていうところで、で竿は何で投げようかなっていうところなんですけど、まあそうですね、このサイズでこの刺さりやすそうな針をつけてくれているんで、M パワーだとちょっとだるいかなっていう感じなので、ミディアムヘビーからヘビーアクションの竿でね、ジグストなんかやってる竿でそのまんまひょいってつけて投げてみようかななんていう風に考えたりですね、先日買ったエントリーモデルのサイドワインダーはあれはミディアムライトだったと思うので、ちょっと針かけるのにもう少しねミディアム以上ぐらいのパワーはあった方がいいのかな、まあそんなのもこんなのもね釣り場に行って試してみればいいっていうことで、まずはねちょっと買うことができたので、どんな感じのサイズ感かね、こんな感じでねいろいろと、ルアー引っ張り出して、見てきましたけども、釣り子 TV ではですねこれなんか投げてトップウォーターの釣りも大好きなので、なんとかねこれ関東にね特化したサイズ、まああと野池とかにもね使いやすそうですね、いい感じのサイズがせっかく出てくれたので積極投入釣り場の方でしていきたいと思いますね。何してもね動画やってるとやっぱトップウォーターでバコってね魚が出る瞬間ってねほんとね気持ちいいですからね、あれをまあなんとかかっこいいね水柱をね映像に残して、そんでもって YouTube にアップロードできたらいいななんていう風に目論んでですね、釣り場の方通いたいと思います。というわけで、だいぶ長くなってきちゃいましたので、本日のですね、釣り子 TV はこちら、待望のデプスのニュープラグ NZ クローラージュニア、これがついに発売開始になったよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。